どうも皆さんこんにちは、ピアです。イエーイ。はい、ということでですね、今日はもう見ての通り振り袖の撮影をしてるんですけども、まあ私来年成人式ということで、どんなやつを着ようかな、まだ迷ってるんですけど、今日は振り袖撮影ということで、いろんな振り袖をね着させてもらってます。ちょっとあとね、あれなんですよ、今日はあの新年明けて初めて今井さんに会うということで、今井さんはこの前ヨガ電話企画したのに出てくれなかったので、一応挨拶したいと思います。あげましておめでとうございます。あげおめ、今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、この前今井さん以外全員出たけどな一応が出ないってどういうことだよ。いつ、何日？1日。1日、うん、死んでた。いや、彼女だな、彼女できたな、ついに。じゃあ2着目に行っていきます。バイバーイ。ほんまにこんなんでいい？まいさん大丈夫そう？ほんま、ちょっと今井さんもなんかカメラ回ったら声変えてます。なんかよく親あるあるですね、親あるある。はい、ヘアチェンジです。1個目のヘアは何でしたっけ？ブラポニー。ブラポニーです。2個目はどういう風になるのか。あ、ちょっと挨拶してもいいですか？どうぞ。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いつもヘアメイクをしてくださる方です。お久しぶりですよね。です。あ、でも去年後半らへん爪冷たいましたよね、うんうん、結構1、2ヶ月ぶり。もっと経ってるかな。もっとかな。次のヘアレンジは何ですか？カチモリ。カチモリ？すげえの。え、すげえ。カチモリじゃなかったっけ？初めて聞いた。カチモリヘアです。続きまして、何を喋ったらいいんやろ。今井さんがママセって言ってたけど、もうユアが中学校の時からあのいつもヘアメイクしてくれるんです。やばいですよね、普通に。だって何歳？ 15? やっぱ来年、成人。そうです、ついについに、大人大人の階段を登ってしまうテレテレテ。おー、勝ち盛りやな今日めっちゃ嬉しいこと言ってもらいました。ユアのことを見て痩せたって言ってくれました。最高、最高的。でもなんか毎回言ってくれてます。え、毎回言ってくれてません？なんかでも思った時しか言ってないかも。本当ですか、うん、やったねー。レピモチベ、モチベ。君のことを虜にするの。今井さん、はい、何喋ったらいいか分からん。あ、今井さんの初登場です。どんな髪型になるのかな。カチモリヘアだって。カチモリヘアなんて略してるか知ってる？それ何？え、何なんですか？え、カチモリヘアってなんて。何も略してなくない？略してるよ。そのまんまじゃない？じゃあどういう意味よ。普通にカチモリヘア。どういうこと？カチって何？え、なんかカチ、髪型カチみたいな感じ。え、略してんのこれ？そうだよ。ですよね、ほら。うわ、嫌なこと騙そうとしたわ、普通に。ほら、勝ちは勝ちですよね。うん、あのね、鳥のあれ名前からけど。ああ、じゃあ鳥ヘアみたいな感じなんかな。あ、そうそう、なんか佐々木なんとかっていう、佐々木なんとか鳥っていう。あれじゃない、今から鳩と戯れるんじゃない？もうええって。で、今井さんのノリは。名前を韓国語で言ったら、その勝ち盛りっていう。韓国語で流行ってる。ガチよ。この前一緒に調べてたんだもん。で、その鳥の尻尾がこのなんかキャンプがピョンピョンピョンって言ってるのがすごい似てるからっていうので。じゃあ、いや今鳥、だからひよこなったよ。ひよこ、黄色いし。で、次緑、何？緑、ハト。緑って言うと鳩の声じゃん。ハトの声やめて。今日は登場してくれる方が多いですね、最高です。ヨガチャンネル盛り上がってます今、いろんな人出てくれて。今井さんってさ、ノリ若いよな。ユアより若いよ。まあ今年大吉だったんだね。ね、聞いてよ、今年、今日。今日。人生初？今日。あ、過去にもあったんや。過去にも。あ、でも大吉だから、大吉。
でもな、聞いて聞いて聞いて、今日ってないらしい、あんまり。でも入ってないのに矢がそれ引くってことは逆に素晴らしい。でもこれを友達に言ったら、それってほんまに今日やんって言われた、うん、それを引くってことは本物の今日やんって言われた。でも大凶じゃないから。大凶とかある、ね、え、ないの。え、なにこれ、かわいい、ビューティフォーすぎる。ありそうですよね。え、今井さんはギャの成人式来てくれるんですか。マジ。え、パパ、第二のパパやん。え、どんな格好して行ったんですか、成人式。普通に私服、うん、え、トゥートがいい、トゥートゥ。なんで、ね、今井さんもトゥート来て来て、トゥートゥ。あ、でもジュリも一緒やで。うん、知ってる。だから回ろうかな。地元一緒だから、ジュリとも成人式しよう。確かに。隣の中学校なんで。でも、時間によって違うかもしれない。あ、多分、うん、まあ、でも、コロナ終わったから一緒なのかな。え、そこでもじゃあ BFF… BFF 撮れる。みんなで撮っておいて。もう、いろんな人を写してる。でも、いや、友達おれへんから、一人で。橋で、橋で。うち。でも、これでも可愛くない？OK です。ヘアは終わりましたので着替えていきたいと思います。はい、2コーデ目はモスグリーンの色の着物を着させていただきました。初めてです、このモスグリーンの着物は。なんかちょっと大人っぽいかな。はい、ということで撮影に行ってまいります。終了です。イエイ。今回は2個来ました。まあ、来年はね、イヤも成人なんで、まあ、どういう風な着るのかまだ全然全く決まってないんですけど、まあ、こうやっていっぱいいろいろ着れて嬉しいです。とても、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。まだおったん？まだおったん？ねえ、びっくりしたんだけど、まだいたん？なんか漏れてる？なんか漏れてる？やっほー。ちょ、前さ、夜の生誕祭どうする？バイバーイ。もう脱げる？これ脱げる？これ脱ご、脱ご、脱ご。脱がしてくれる人がいいな。どうしよう。君の肩たりかにせるの。きっと危ねえ。これ見られちゃ危ねえ。このカメラね、小回りが効くからいろいろいけるの。でしょ？でしょでしょ？やばい。でも前さ、なんかさ、ちょっとおしゃれじゃね、今日どうしたん？なんかおしゃれっすよね、今日。これ女できたっすかね。どうせ近いもん、嫌だもん。毎日もう無理。毎日もう無理。でもすっごいキラキラ。ちょっとすごいキラキラ。本当？え、後ろも脱いで。めっちゃキラキラしてた。あ、ほんともキラキラしてたの、あ、すすすすみんな、場の時。場の時の CM 出させてください。じゅんくんに作ってもらう？場の時。じゅんくん、見てるよね、絶対この動画。見てないよ。じゅんくん、ここだけ見といてね。じゅんくん、CM 作ってください。振り袖、ナンバーワン、あの時。素晴らしい、マジ素晴らしい。CM 待ってます。確かに作りたいね。